こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フィージー好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフィージー花に立ちます。その後ろからはバックスボーイ、この馬も上がっていく構えです。さらにはサイレントアップ1番ジェイドゲート、その後ろ前に戻りましょう。バックスボーイ先手を取りました。その外からジョンズコール、その隣にバブルダイヤモンド、シリック、そのうちに続いています。その外にサイレントアップ、その外からキャッスルライツ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはバックスボーイ、少し離れてジェイドゲート続いています。その隣にシリック、その外からバブルダイヤモンド、その外にバブルウェイ、その隣にジョンズコール、その横にサイレントアップ、カナディアンコンバット、すぐ後ろその後ろにフィージー、並んで14番クリス・ザ・ワース、すぐ後ろにオーネット・マスク、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番バックスボーイ、2番手はエアジハード、これは絶好の手応え。バブルウェイ3番手、さあエアジハード逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはエアジハード、残り 200m、 一気に後続がやってきた。ジョンズコール頑張れるか。エアジハード差を広げる。2番手はジョンズコール、完璧です。圧倒的な強さを見せました。エアジハード1着、2着はジョンズコール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアジハードまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。マジカルエンブレム前に行きそうです。サンライズストーリー、それに続いています。さらにはタイムリーハット、8番ラケットシャトル、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはタイムリーハット、7番スティンガー、2番手を追走。その外にバレンタインワルツ、ラケットシャトル、そのうちに続いています。すぐ後ろにサンフォードラブエイ、サンライズストーリー、そのうちに続いています。その外にマジカルエンブレム、ディバインプライド、そのうちに続いています。その外にメテオサンクス、グレースアンヌ、そのうちに続いています。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭に戻りましょう。この辺りで先頭が変わりました。チェリーイグリッド、2番手はスティンガー、絶好の手応えです。タイムリーハット、3番手、さあスティンガー逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はスティンガー、スティンガー先頭、残り 200m、 スティンガー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。サンライズストーリー迫る、スティンガーもう一伸び、スティンガーゴールイン、スティンガー1着、2着にはどうやらサンライズストーリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スティンガーまさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
さあいよいよ直線の攻防。先頭はエアグルーム先頭。2番手はアドマイヤ関と先頭を捉えるか。あと 200m、 先頭はアドマイヤ関と、連れて伸びてきたのはラスカル鈴鹿。一気にラスカル鈴鹿もう一伸び。ラスカル鈴鹿1着、2着にはどうやらアドマイヤ関とラスカル鈴鹿、見事な勝利です。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のアドマイヤコジーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アグネスバンク4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがアグネスバンク競りかけていきました。シルキーフィーバーそのうちに続いています。内からはウイニングアマゾン、並んで7番ビッグバイキング、エイシングリーン、この馬もこのグループ、ロードプラチナムそのうちに続いています。並んで1番エイシンキャメロン、トロピカルコーラル、この馬もこのグループ、すぐ隣にアドマイヤオフ、ザカリア、すぐ後ろ緑の帽子プリンスルーラ、その後ろアドマイヤコジーン、この位置です。内からはメジロジャスミン、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。シルキーフィーバー、アグネスバンク、ほとんど差がありません。大外からピンクの帽子アドマイヤコジーン、伸びてきた。シルキーフィーバー先頭、最強サンデー先頭、2番手はシルキーフィーバー、先頭を捉えるか。さあアドマイヤコジーン一気に来た。アドマイヤコジーン頑張る。あと 200m、 最強サンデー先頭だ。残り 100m、 アドマイヤコジーン抜けた。ザカリア食らいつく。アドマイヤコジーンもう一伸び。先頭はアドマイヤコジーン、1着でゴールイン。アドマイヤコジーン1着、2着にはどうやらザカリア、アドマイヤコジーン、1番人気に応える見事な G1 勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったマーベラスタイマー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったミッドナイトベッド、あと 200m、 ミッドナイトベッド伸びてきた。ダイワテキサス必死に追います。ミッドナイトベッド先頭、2番手はダイワテキサス、先頭はミッドナイトベッド、1着でゴール。ミッドナイトベッド1着、2着はダイワテキサス、1番人気に応えましたミッドナイトベッド、見事です。